さあ、来たー！どうも皆さん、こんにちは。スイントです。上田です。ということで、今回やっていくゲームはですね、はい、ゲームということで、いや、どこ読んでんだということで、はい、今回はこのカービィディスカバリーというソフトをやっていくんですが、はい、このソフトでもねちょっとやりたいことがありまして、はい、なんかもうね恒例企画みたいな感じになってるんですが、はい、ジアリティメットカップZ! はい、っていうのが隠しモードみたいな感じでありまして、はい、もうこれも毎度これボスラッシュ、うん、とんでもなく強い奴らが揃ってますよという、そうですね、最高難易度のこの G アリティメットカップボスラッシュ、はい、2人でやっていこうかなということで、うん、エントリーするということでね、はい、神選手 G アリティメットカップ Z にエントリーするんですね。もうそれほど難しいのかこれは。実況ワドルディって書いてあるから、はい、今回は俺らが実況プラス、はい、3人実況ワドルディも追加参戦する可能性ありますこれは。おー、そうだねおもろいね。まあエントリーしたんで、うん、入っていきますよ。いきましょう。うわー、このなんかね楽屋みたいな場所、そう、待機所みたいなね、待機所みたいな場所の雰囲気からやばそうだが、うん、そして待て、うん、マキシムトマト全回復するアイテムが一個もないと、うわそうか、いうことで全回復はできない。そうだね。そして12戦ある。はい、これちょっと今までにはない難しさが出てくる可能性ありますが、そうですね。そしてこのね、なんだろう、アルマジロくんみたいなやつももう目ラリってんじゃんお前マジで。で、薬中になった、ね、なってるよな。薬を飲んだ飲まないとそんな体とそんな目にはならなそうな、はい、毒々しい見た目してますけどね。してるね。アルマバラバゲン、幻、幻、え、だから本当にそういうことなんじゃない。薬飲んで幻覚が見えちゃってるという、はい、やべ、捕まった。こいつにね、捕まるとレバガチャしないと、そうね、ステッキガチャガチャね、抜け出せないから、うん、ガチャガチャ今聞こえてたと思いますか。めちゃめちゃ早いからね、スミトさんのガチャガチャ。そう、スミトさんのガチャガチャを、はい、披露しまして、あ、なんかひるんで、はい、あ、こっからね、うん、一応ね、この1個下のチアリティメットカップ無印、はい、には挑戦してるんで大体のパターン、そうだね、分かってるんだけど、うん、Z は初見なんで、そう、どう進化してるかが見ものよな。そうそうそう、アッシュみたいな感じの進化遂げてる、はい、可能性あるが、この回避で、そうだね、かわしていってマトリックスみたいな動きがしますからねこれ。そうよ。そして まださらにあるの、そうなの、普通の無印なら、うん、3回やった後は、うん、だいぶ攻撃チャンスが来たはずなんだが、いや、そうなんだよ、ね、やばい。全然チャンスをくれないあいつ、隙がないぞ相手、延々これがり続けられたらね結構だるいけどね。いや、そうよ、かわすのが長いとめんどくさいからな、なんかスマブラのソニックみたいな感じで永遠、おい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 スマブラみたいにここもレバガチャしろってかこれ。そうだよ、まあ、春研究所だからね、作ってるね、あの会社同じですから。そうだね、まあ、なんかちょっと似てるなみたいなところもね、ところどころありますけども、はい、まあ、ワドルディね、ちょっと思ってたけど、うん、結構ね、画面 の外に行っちゃうんだよな、ワドルディが。一人称がカービィの方になってるから、カービィにめちゃめちゃカメラ合わせるゲームだから、このゲーム。そうなんだよね、俺はどこにいるか毎回見失っちゃうんだよな。ワドルディを見失いがちになっちゃうが、はい、そこはなんとか、そうだね、適応してもらいながら、うまい、うん、このね、ぐるぐる攻撃の後目回るはずなんだけど全く回らない。いや、そうなんだ、幻になったら全然もうね、回らないで、逆になんか目回ってるみたいな感じありますけどね、なんか最初からね、ラリってるって言ってましたからね。だから最初からラリってるから、もういくら回ってもそれ以上はないみたいな。あ、最初から目回ってるから別にこれ以上回ることないみたいな感じなのかもしれないけど。なるほどね、なるほどね、うん、なんか割と隙があるうちに鬼殺しハンマーとかいうね、うん、大技振りたい感じではあるんだけど、火力最大のハンマーの技があるんだけど ね、あ、このくるくるハンマー、くるくるブースト、それやばいな、なんか砂ってマジで見えないしね、急に砂嵐が待って、うん、え、これ蓄積ダメージポケモンみたいに入ったりしないか、これ。するわけないですね。ポケモンじゃないですから。ポケモンでじわじわダメージ入ったりはしないが、しないね、これぐるぐるして、うん、なんかまた攻撃来てる、一応ぐるぐる投げられてるとか、なんかブーメランみたいな感じで、うん、ちょっと複合技だるすぎるぞ、だるいな、2個見なきゃいけない部分があるが、ね、そうなんよな、ただ全然返ってこないぞあいつが投げたものが。そうだね、まだ割れちゃったのかな、割れて消えたのかな、うん、そういうことだ、まずいまずい、一緒にぐるぐるブーストしてくるが、うん、まあ言うてね、これ回避でちゃんと避ければ、そうなんよね、そこまで当たることはないんで、避けれると思いますからね、避けていって、ワドルディ全然ダメージ食らってないじゃん。そうだね、なんとかかわしきれてる、よくそんなかわしきれてるなって言うとしたら、うん、急に直球ストレート投げてきて、まあ、基本的にカービィ狙ってると思うからね。確かにね、基本的に俺が狙われてる感じはあるが、うん、待って、あのぐるぐる受けただけでめちゃめちゃ減ったぞ今、マジか、ダメージやばいぐらい減った。そんで、え、これガチで後悔してるかもしれない。前回同様後悔しますよね、後悔してるかもしれないぞ。あ、だったね、そういうのね、なんか やったら後悔しますよみたいな、うん、辛すぎるみたいなね、前回ありましたけど、うん、今回もそれと同様ぐらいの難しさ、まだあとちょっとなんでね。あ、本当だ、あとちょっとじゃん、はい、あ、終わった。な
なんかまだまだ体力残ってるかなと思ったら、うん、残りミリだったのね。そうなんだよね。ただこいつと戦っただけでもだいぶ難易度跳ね上がってるの分かったぞ、うん、なんか全く隙を見せてくれない敵が。そうだね。ちょっと待ってくれ、一応トマトちっちゃいの食べるけど、はい、ちっちゃいの食べて、ちょっとね生存意識でやってみようかな、ここは。オッケーオッケー。さあ次が、はい、もう全部みんな薬中ってことこれは。幻でついてるからね、全部ゲンみたい。おい、うわー、こいつもレバカチだ。当たれバカチだ。まあ、そんなダメージ食らうことなく、うん、できたけど、めちゃめちゃカービィを掴もうとするじゃん。ね、そうだね。何そんな今回掴み技多いの敵。そして、まあなんかね、なんだかんだ 2D カービィでしかボスラッシュやってなかったから、うん、はい、3D のボスラッシュっていうのもなんか新鮮でいい感じがしますけど。ね、そうだね。ちょっとこいつ動きもあるから、本当に隙が軽減されてる全員のボスの。ね、そうなんだよ。攻撃を当てれる時間が極端に少なくなってる気がするんだけど、うん、ただ、体力はそんな多くないのか、結構ダメージは。うわー、それあんのね。安いけど、うん、衝撃波打ってきたね、今。打ってきましたね。衝撃波打ったってことは、うん、あれ、それはないんかい。何そのあるのとないのがあるみたいな、ね、あるジャンプとないジャンプがありますが、うん、ここはゴリゴリ、はい、今が時間だ。ゴリムンバをゴリゴリ削っていこう。ゴリ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 削っていって、いけ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 。これ足元がいるわ。あ、ただ足元入ると、この攻撃がね、衝撃あるからジャンプとか回避で避けなきゃいけない、うん、ここだけ気をつけながら、うん、で、うん、そこはないんかいってね。なんかめちゃめちゃ高く飛んだ時は、うん、あんま衝撃波がなくて低く飛んだ時は謎に出てくるっていう、ね、そうなんだよね。これが出てくるか。片足はあるんだ、うん、なるほど、分かってきました。で、両足ジャンプの時はないと。オッケーオッケー、大体読めてきたぞ。はい、こいつは確かね、うん、ワールド1のボスだった。あ、そうだったね。うん、気がするんで、うん、そんな強くは設定されてないような気がするが、はい、この衝撃波とかも避けて、うん、削っていって。そうね、ここなんかチャンスタイムっぽいから、うん、行こう。行きましょう行きましょう。で、なんか途中でなんかこいつ進化する感じにもなんだかね。どうだろうな。なんだなんだ、そのドンキーのウェビーみたいな。ドンキーのウェビーの、あ、ただ待って、目回ってる。あ、その隙を狙いたいけどな。狙いたいけど、ちょっと離れすぎたか、うん、やばい。うわっと近づいたところを狩られて、ただね、これね、うん、ベストタイミング回避みたいなのがあって、このゲーム、はい、これベストタイミングで回避すると、うん、スローモーションになって結構隙が生まれるから。そうなんだよね。それを活用しろってこと。うん、出していきたいな。自分で隙を作り出せと、うん、なんか我々に隙を作ることをね、あのねだるなみたいな、そういうメッセージ感じますけどね。いや、桜井さん、うん、厳しいですね。桜井さん、うん、まあ、今はもう春にいない、ね、そうかそうか、空っていうところにいるんですけど、うん、これを避けていかないといけない、行かないといけない。オッケー、はい、ナイス回避。こんな感じで避けれたら隙が作り出せるからね。そうなんだよね。自分で隙を作り出していけ。うん、いや、待って、カービィ死ぬ。カービィ死ぬ。ちょっと待って、シャシャってたら死んだ。控えめ戦法で行くって言ってましたからね。控えめ戦法で行くのに、なんか自分で隙作り出そうとなんかめっちゃシャシャっちゃってた。申し訳ない、これは。まあまあいいよ、大丈夫。ただこの後は、うん、隙が目回ってね、隙がありますから、ここで潰り切りたい。削り切ったよ、おい。削り切ったけども、バンダナワドルディもハンマーも、とんでもない体力まで削られて、まだ2000よな。どうする、もう右サイドのベンチ全部食いそうな勢いなんですけどね。まあ食っといた方がいいんじゃない。さすがにな、食うしかないよな。はい、まあ一応もう残り3つトマトで、残り10戦もうこのテイククリアないかもしれない。もう今んとこ絶望です。絶望的、回復量的には絶望しかないが、うわ、ラリッタデデデや、これ。ラリッタデデデ、ね、デデデゲンって書いてありますけども、はい、このゲンがね、なんかもう全部ゲンにされて、うん、全員本当にとんでもない強化を受けてる感じはしますが。ね、そうなんだよな。このちびこ犬は何なん。まあ、ちびこ犬処理しとかないと、まあそんなに処理しとかないとだるいか、これは。まあだるいとは思うから、一応、じゃあ俺、あ、待って、デデデが今なんか虐待みたいなことしたぞ今。デデデが攻撃したぞ犬は。あ、マジそんなこともある、うん、なんか仲間割れもありそうだからね。うん、そんで隙を自ら作り上げて、やばい、はい、横振りか、うん、縦振りかの横振りか、ハンマー対決みたいになってるのかね。ハンマー対ハンマー、うん、で、なんか噂に聞くと、このハンマーもデデデ譲りのハンマーみたいなね、カービィが持ってるハンマーもデデデ譲りみたいな、うん、聞きましたよね、まうん、師匠対決みたいな。うわ、衝撃早く、衝撃、うわ、やばい。まあ、空中行けばなんとでもなるか。あ、そうだね。オッケー、そんでここで削って、はい、立っての後の横、あ、待って、俺失っちゃった。あ、そうね、やばい、それ回収しておきたい。で、でか、オッケー、ナイス、よし、オッケー、よしよしよし。コピー能力失うのが一番やばいからね。いや、そうなんだよな。そしてこのゲーム一応コピー能力を強化するという要素、うん、はい、あったんですけど、あえてもう何の強化もなしの、はい、デフォルトコピー能力で、そうだね、一応挑むではいるんだが、うん、火力不足が若干否めないぞ、ちょっとね。そうなんだよな、全然削れない。ね、全然削れないから、いや、まずい。気配避けて、あんま避ける意味ないか、はい、空中いるもん、あいつ。そうかそうか、もう空中行けるのがいい。もう俺残り2だ、まずいな。空中行ってこう、オッケー。で、この後、この後削って、まだ半分もいってねえのか。そうか、えぐい、えぐい、えぐい。こっち、おー、まか、近づくな。ここだ、こっち、逃げろ逃げろ、やばい、やばいね。気を頑張って作ってやってんのに、うん、
あいつの攻撃は俺の上を打ってくれ。そうなんよな、この遠距離もあるのはせこないハンマーのくせにね、このゴルドみたいなあるよ、ありますからね、はい、そして立ってからの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 、はい、何回立てやんの何回立てやんの、よけれんで、そんな4、5回やってたな、マジで何回立て振りしてくんのあいつ。ねえ、来い来い来い、4、5回ってのは分かったから次隙あり見つけられそうだよな。ただなんかな、あいつ横振りも交えてきたりするからね。あ、そっかそっか、ああ死んだああ、なんか金でリトライできんの今回。まあ、ノーコンクリア目指していきたいということで。はい。初めからやり直します、これ。はい。さあ、あと10戦のところに帰ってきたんですが。はい。一応ね、ここランダムなのよ、ボスが出てくるところが。そうだね。で、一応ね、運よく1、2戦目同じやつと戦えて、うん。で、こんぐらいの体力で帰ってきて。はい。で、次はデデデかと思いきや、なんか木のやつがね、右に書いてありますんでね。そうですね。まあ、おなじみの、サンドバッグでおなじみのあいつになるような。木のやつなんだろうな。うん。あー、やっぱこいつか。はい。トロピカルウッズ、なんか南国感増してるけどね。そうだね。トロピカルウッズゲン。え、ゴルドを落としてたの、マジか。そしてなんかバクバクいってるなんかココナッツの種みたいな、はい、うわ爆破かあれは、うん、なるほどね、待って、うん、こいつサンドバッグじゃなくなってる、マジでサンドバッグからようやく脱却したか、お前は、ね、そうだ、殴られるだけじゃねえぞと、ね、殴られるだけじゃねえぞと言わんばかりのとんでもない攻撃量を、はい、放ってきているが、ね、そうだね、まあ、今んところまあね、半分サンドバッグみたいな感じはしますけども、言うて今までのボスと比べたら隙はありますよね、いくらでも。ね、そうだね。もうね、足がない時点でこいつの負けは確定していると言っても過言ではない。うん、ただ、はい、こっからポンを跳ね飛ばしてきて、うん、そしてこっから何をしてくる、下から。なんだ？うわ、なんだそのゲーム所みたいな。迷路みたいなできたけど。そうだね。ただこっちから回り詰めていけば、そうだね、鬼殺しをぶっ込んでいく。わ、素晴らしい。け、大ダメージ入って。はい。け、さっきのは何だったんだ、迷路をやりたかったのかな、今流行りの、なんか、ね、トロピカルウンズ迷路を取り入れたかったのか分かんないけど。まだそうなんじゃないか。抜け出せば普通に攻撃はできましたということで。はい。これも好きなんじゃないですか。もう鬼殺しぶち込んで。はい、いいぞいいぞ。だいぶいいダメージ入って。はい、もうあとちょっとだ。あと10戦を。なんか来るか。越していきたいか。うん。うわ、もういいや。ゴリゴリで。オーケー。オーケー。ゴリ押すね。はい。まあね、8割方サンドバッグでした、こいつは。結局トロピカルウッズゲンになっても。待って、本当に戦ってる感じ、今までのボスラッシュより、1段階、2段階ぐらいむずいぞ、マジで。めちゃくちゃむずい。今回、マジでクリアできるか不安になってくるぐらいのむずさ、うん、してるんですが、この小ボスラッシュはいかに体力を削らず、乗り切れるか、うん。強いやつで体力消費するのはしょうがないけど、うん、これ雑魚でね、体力削られちゃうのはもったいないから。いや、マジもったいないよ。なるべく、周りを。相手の攻撃を見つつとかね。ただな、こいつも意外と 3D になってね、結構うざい動きはしてくんだよ、なんか。いや、そうなんだよな。そう、 2D の時はただのね、こいつもサンドバッグみたいな感じしたんだけども、はい、体力も増えてるし、そうなんよね、動きもだるいしみたいな、こうぐるぐるとかね、意外と俺らの攻撃の火力もないからな。確かにね、火力がないから、うん、HP 多く設定されてるから、うん、その強化前提で組まれてるかもしれないね。間違いない、うん、それを全くアイテムを強化せずコピーの具強化せず来ちゃってるから、はい、全然削れないみたいな、うん、ありますけども、なんとかこのなんだろうね、ドリアンみたいな臭い果物、有名のドリアンを避けていきまして、はい、かわしていって、ただ結構ないい感じに鬼殺しをしてきた。鬼殺ししてきたね。あいつも鬼殺し使えるためなんだな。そうなんだろうな。なるほどね。ただ、うん、やべ、2発ぐらい食らっちゃったけど、はい、ほぼ食らわずに、うん、このハンマーを乗り越し、次がこれトルネードのやつだっけ、はい、そうだね、トルネードのモチーフのね、スワロリーナ、はい、なんかバレー選手みたいな、うん、こいつは多分あれじゃないか、しているが、そのディスカバリーが出てきた敵じゃないか。なるほどね、ディスカバリーから初参戦、うん、オッケー、かわしていって、ただもう全部回避しちゃえば、はい、スローモーション入って回避しちゃえばダメージ食らうことないからね。そうなんだよね。やべ、全く宇宙にハンマーが浮いてるか、なんとか回収できた、よかったよかった。なんか右端左端にいるとカメラで見づらいからさ、そうなんだよな、シュー起きてくんないか、マジでそれがカメラを広げてほしい。間違いない、カメラの画角狭いぞ、マジで、はい、もうちょい広角カメラ使った方がいいよね。するがワドルディも映りづらいしね。ねえ、ほんとそうなんよ。ボスもカメラが行くし、うん、カメラが見づらいか、それもなんとかしていかないといけない、うん、かわしい、かわしていって右端見えん、見えなすぎる、見えないか、ここで、はい、本体に近づいておけば、これ目待ったりしない、この後さすがにバレー選手だから、うん、まあ慣れてるのか、そうだね、隙はない、ね、めちゃめちゃ目、まあね、ぐるぐる回っても目回んないとか言いますけどね、バレーとか、いや、そうね、スケートの選手とかね、うん、ちょっと待って、これ立ち回りが入っちゃったけど、なんとか、うん、ね、近距離回避かわしができて、かわもうやばい、うざすぎる、近づいて相手隙あるのに、うん、そうなんだよ、当てられない、なかなか近づきたいけど、オッケー、半分まで削って、そうだね、削れたね。勝負スラッシュが勝負スじゃない、マジで難易度上がってるよな、難易度上がってる、マジで、うん、こいつらにこんな削られる未来が
見えるとは思ってなかった。やばいやばい、ブラックホールみたいな、マホロアみたいなことしだしたぞ、マホロア、マホロアみたいなことしだした。ウィーのボスじゃねえかよ、ウィーのボスみたいな、ブラックホールに吸い込まれた、アワドルに。大丈夫か、なんとか緊急回線やって、でも結構消された、あ、ただ疲れてそう、本当だね。ただまた回り始めたぞこいつ、結構体力多いな、めちゃくちゃ多い、そんでこいつぐるぐる回って、ここら辺でかわして、マジで隙を見せてくれ。そうだね、ナイス回避、うん、隙見せて左端、どこで終わる、全然終わんない、全然終わんない、ここで終わるか、終わった終わった、ここで鬼殺しで締めだー、オッケー、ナイス、終わらしていったが、勝ボスで結構削られるぞ、削られたね、勝ボスなんかほんと 1,2 ダメージで乗り越えてパッパと処理するのが、まあ今まで通りのボス戦ではあったんだが、うん、もうアイテム1個2個分ぐらい削られちゃったけどね、残り8000、いやえ、マジむずい今回本当に。冗談なしにむずいぞ、むずいね。そして右のシルエット的になんか猫ちゃんみたいなね、うん、やつかな次は。そうだね、さあこの猫ちゃん、キャロラインちゃんはね、意外と強かった記憶ある。そうだね、このサーカスみたいなやつでね、速いんだよスピードが、こいつスピード速い、ボーンみたいな感じの、俺は対応して避けれちゃったよ、鬼殺し、素晴らしい、これかっこいいんじゃないか、めちゃめちゃかっこよかったね、あのめっちゃ、おっと、おちょちょおちょちょ、急にそんな遠距離攻撃あったっけこんなの、ってあーしっかりかわしていってね、かわしていって、でこれをね素早い速度で、そうなんよ、多分カービィ狙われるから来るから、あーちょっとかわしきれない、まあでも大体攻撃の後は好きだからな、うん、これも狙っていって、そうね、こっちね今までのやつより若干好きが多めに設定されてるような気がするから、うん、はい、ちゃんと攻撃後、うん、まあ結局俺狙ってくんだろうぜ、そうなんだろうな、こうでしょ、はい、鬼殺しをぶち込め、はい、さあ回避後鬼殺しクイックで貯めれるようになってるから、うん、結構ね回避主軸で戦えみたいなメッセージを感じるんだよね、うん、この後ギュンってすぐ貯まるから鬼殺しは、あーナイスナイス、そうそうそう、はいはいはい、オーケー、おー、あーで鬼殺し、鬼殺し、あーやばい、やられたか、ちょっと欲張って2段階ダメしちゃった、うん、この辺だろ、オッケー、ナイス、だいたい読めるぞ、なんかこいつね攻撃しますよ感をいかにも出してくれるから、いやそうなんよな、わかりやすい、あ、ただずらしてきたり、確かに Z じゃない方とあんま攻撃パターンが変わんないっていうね、確かにね、だから俺らも読みやすいんだろうな、そうそうそう、パターンがあんま変わってないぞ、うん、オッケー、危ね、うん、懐かしい、もう一回やる、でも結構攻撃のターン長くない、ねえちょっとあいつの隙が徐々になくなってきてるか、うん、こいつは、あーなるほど、お早いな、あいつタイミングずれてるね、ちょっとタイミングずらしてきてるのか、俺がちょっと読めなくなってきてるのかどっちかになってくるか、うん、ビャンビャンと、うわ早い早い、ちょっと早い、早くなってる、やっぱってきてるのかな、うん、どうなんだこれは、どうだ、まあ一応ジャンプ、あー攻撃があるのね、攻撃派やばい、ちょっと待って、舐めてたら結構体力削られちゃった、あーそうだね、ワドルディ頑張ってほしくて、はい、こっからシャーって威嚇モード入って、ちょっと本気モードだ、おー分身、分身、うん、そんなマリオのプンプンみたいなことし、いや、衝撃ある、ぶち込め、おー、かわされる、かわされる、マジか、その隙を、え、待って待って、むちゃくちゃや、むちゃくちゃや、ナルトみたいな戦い方したしてこいつ、そうだね、影分身の術言うて、うん、1匹と戦わせてる間に2匹目攻撃みたいな、ねえ、とんでもないことをしてきた、とんでもない、で、これ切ってくんだろ、そう、来ると思うから、わかっ、あれ、そんな遠距離 X、 遠距離 X、 ロックハンド X みたいな、挙動してきて、うん、ちょっと待ってくれ、俺死ぬんだけど普通に、死ぬな、死ぬな、あ、強すぎる、ちょっとマジで俺のターンくれよさあさっきこの辺で負けた気がするところまで帰ってきました、はい、そうですね、そんで遠距離 X してきたはず、あ、そうね、 X してきたから、はい、そこの隙をついてやるぜ、よっけよっけ、あとちょっと、ちゃんと反省を生かせる男です、あー生かせなかった攻撃波の受けるのがほんとむずくて、むずいんだよね、衝撃波がこれ、あーやばい、よっけって、うん、鬼殺し、いけないか、うん、ちょっとね、あ、これは単体なら、おお、そんな一直線ブーストあったっけ、なかったよな、そんなくない、ソード、ちょっと待て、違う、こっちよ、まんまよな、危ない危ない、まあ、ソードも強いんだが、はい、あれ一応コピー乗り鑑定あったんだね、ね、あるみたいだね、X ね、はい、で、隙があるから、鬼殺し、はい、いけ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 、で、もう一回来てこれ、オッケー、そして切って切って終わらせない、終わらせないね、どう終わらせない、あー俺が終わっちゃった、あっと待って、半負けだ、半負けだ、最初はキャロラインの中にある、こいつの中にある、うん、これ吸い込んで、はい、やばい、負けるぞ、また負けちま、この攻撃避けなきゃ負けるが、避けてちゃんと避けて鬼殺しを当てれるのが僕でーす、あーかっけー、さあはいさあマジで一戦一戦ボリュームでかすぎるって、ほんとでかい、え、待って、ワドルディ復活しないの、ここ復活なし、は、あれ、なんか俺の HP どんどん、あ、どんどんなんか自動回復、それこと、自動回復してって全部待って、え、復活ってボタンが出てきて、押しますよ、あ、チートでした、ワドルディ
そんな自然治癒能力あったのお前。あいつすげえな。自己再生持ちでしたこいつ。そんでこのな瀕死状態の時にやってくんのが因縁の相手、デレデということで、はい、そうですね。うわー俺の体力、まあ、バンダナワドルディが結構限りになってくる可能性あるこれ。おうカービィ一体の体力じゃ乗り切れない、うん、なのでバンダナワドルディのこの自己蘇生、はい、それも利用していきながら、そうね、カービィはもっと補修的に戦ってもいいのかもしれないね。俺は捨て身に攻撃した方がいいと。捨て身攻撃して俺は時間稼ぐからさっきの自動回復で復活みたいなのをこすっていけば永遠に特攻できるでしょ、ワドルディ。そういうことになるよ。とんでもないぞ。1回目戦った時どの辺で負けたかあんま覚えてないんだけど、そうだね、なんかこの辺ぐらい半分近くまで行ったような気がするから、うん、ちょっとこの辺からより慎重にやっていきながら、うん、確かに危ないぞハンマーが、うん、結構ダメージでかいから気づいたら死ぬからね、うん、で、OK、もう半分まで削れてですね。さっき半分までもいかなかったっていう説あったけどね。うん、なるほど。ああこのムービー入って、はい、こっからね、あのデデデがね、あの衝撃映像見れます。はい、ハンマー捨てます。ハンマー捨てて柱持ちます。柱ってなんだよな。もうアイデンティティのハンマーを捨てるというプライドを捨ててる。そうよね。だから俺らもプライド捨てる。ワドルディ行ってこい。もうプライド捨てて、ね、そうね、もうワドルディに任せます。うん、プライドを折る戦いですこれは。そんなカービィ見たくねえよな。で横振りか。そうだ、横振りだね。一発開けて、うん、これは縦ドン。縦ドン、縦ドンからの、うん、やばい。オッケー、横ドンして、横ドンして、たどこだ。お、これでおしまいか。オッケー、終わったね。はい、終わりました。そしてバーンやってから衝撃波ブーストあるんでね。はい、一応なんだその瞬間移動して走るみたいな。やばい、めちゃめちゃ衝撃、やばい。それ大丈夫。あぶねー。ナイスナイス。オッケーオッケー、ワドルディ頑張れ。金はワドルディいきます。ワドルディは消しちゃって。俺は本当に隙がある時だけ。はい、なんだこれ、急に広角カメラになったけど。そうね、なるほど。めちゃめちゃ攻撃するけど、縦を何回も。俺のことを見てくれ。やばい、食らっちゃった。やばい、残り。やばい、まあでも大丈夫大丈夫。俺が後ろで槍攻撃をして、まあ、あとミリだからな。残りミリになってるから、あ、うん、後ろ下がって、なるほど、ポイポイ攻撃ね。そうね、これも意外と厄介なんだよな。そんな細長いゴールド見たことないよ。こんなのあった。おっと、聞いてない、その衝撃。ただもうここで終わらせよ。終わらせろ。おい、もう回復ないです。やっばい、マジで絶対絶命やん。次が一応ショーボスラッシュのシルエットにはなってるから、はい、うん、ここはやっぱり超えたいけど、ショーボスもねこの体力で越せるという、うん、確証はない。1ミリも。そうよな。まあただ俺は本当チキン戦法、はい、もうデデデのようにプライドおります俺。ハンマーを使いません。はい、いいと思うよ。こっからなんだその31みたいな、こんな早かったっけ攻撃ね。なんかめちゃめちゃ連続でこのな継続攻撃をさ出しながら自分動くって結構ねだるいことしてくるんだよね。めちゃめちゃだるいよな。トルネード出したまま動いたり、いやそうよね、ウキダルマ出したまま動いたり、中ボスも全然中ボスじゃない難易度だからな、ね、結構ちゃんと大ボスぐらいのボリュームはあるんだよな、いやめちゃくちゃある。そして急にでかいの、え、何その元気玉ブーストみたいな。おい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 、ちっちゃいのになってるとかある、がそうないか、全然また忘れの攻撃をしてきましたあいつは。なるほどね、狙いがね、やっぱあんだけでかいと前見えなくなるんだかもしれない。アホやなこいつな。まあこいつあんま強くないかも。うん、年、ああもう雪だるま、こいつもプライド捨てました。雪だるまを捨て、捨てみタックル。なるほどね、遊んで、うん、虚しく散りましたけども、はい。そして次が、ああこの剣のやつね、剣のやつだ。こいつはもうおなじみかもしれないね、シリーズ、うん、結構初期ボスとして、そうね、戦っていますから。戦ってきているが、ディスカバリーで戦ったと思うよ、コインシロイでも、ね、ディスカバリーでも戦った記憶があるから、うん、これでもそんな強い記憶ないから、そうね、大丈夫よ、はい、ただなあ、俺もミリになっちまった。上田さんもミリになったか、うん、なんなら上田さん死んでもいいかも、この戦いで。この戦いで死んでもいいという説、はい、ワンチャンあるぞ。俺を殺してくれ、最後の最後。最後の最後。俺を殺、ただ待て、うん、ただ待て、俺その間耐えれる確証ない、いや、耐えてやる、あ、いいよ、耐え、いける、死んでいい、オッケー、上田さん死んでいい、上田さん、上田さん、うわそんな言い方ないだろう。あ、俺が死んだ。そうね、そうよ、あとこのミリ、俺が多分じわじわ回復してるの左上で見れると思うから、そう、この自動回復、その間を耐えるしかないよ、なんとか稼ぐしかない。はい、そうよ、自動回復の間を稼がせてくれ。あー頼め、ワドルディ早くもっと回復しろ、頼む、ワドルディ、はい、ワドルディ復活ボタン、もうエール出しとけ、エール出しとけ、エール出しとけ。そんな知らなかったわ。いや、今ね、復活というボタンが出てからすぐ押しただけだと思う。ああ、そういうことか。うん、A 連打しとけばすぐ回復できるから。はい。これで安泰というわけではない。うん、そうなんだよね。うん、カービィ死んだら無条件で終わりますんで。はい、逃げてくれ、しっかり。避けるしかない。うん。ワドルディが鍵を握りすぎて。オッケー。ただ、こういう隙だらけの攻撃は、はい、なるべく。俺狙ってきてくれるのめっちゃありがたいわ。確かにね、うん、やっぱり近いやつを狙ってきてくれるのかもしれないけど。ね、そうね、オッケー、そんで最後の死体処理だけは協力しますよ。
感じでただ見てくれ、はい、カービィの体力あとどの攻撃一発食らっても終わりとんでもないです。うそして右に見えんのがおなじみメタナイト君と、はい、もう俺避けに徹していいかマジで。いやいいと思う。なんか攻撃できる時するわみたいな感じで、うん、協力してる感を演出してたんですが、はい、これに関してはマジで一発も攻撃しない本当に。そうよね。そのゲットイット、はい、これね衝撃映像見れます。うん、あの倒せますこれうわそんなムービーが入り込んで、メタナイトゲンみたいなやつなのかなこいつは。なのかな。剣対剣のね戦い申し込まれたんだけどね、はい、あのね普通にハンマー持ってますこいつ名前の出方かっこいい。ここの剣舞、はい、メタナイト剣、うん、そう ね、はい、でもあやっぱカービィ狙って、ああもうね速攻であの弱点分かってるから狙ってきたこいつあ、これ、あ、これカービィ狙ったら終わりやんとかみたいな感じで、さっそとカービィ狙われて、終わりましたメタナイトまで帰ってきたんですが、ご覧の体力で、左にアイテムは一応3つ残ってますが絶望的状況となっておりますもうやだまあ、アイテム全部食っちゃって、はい、まあまあ一つ先の景色を見せることを目標にしようこれは。そうだね、メタナイトを倒そうとりあえず、はい、さっきは開始ほんと 0.1 秒ぐらいで死んだんじゃないかな。瞬殺だったからね、うん、だからこれは本当にねもうちょい耐えて、いやそうやな、半分は削ってなんなら倒したいよな。やばこいつ、え、かなり遠距離速度、うん、なんか距離遠距離、そうだね、やばいって、そんなんできるんですか。そうだ、こいつ近距離だけしかな攻撃ないから割と弱かったはずなのに、うん、遠距離攻撃も仕込んできてるねこいつ。いやそうね、でもしっかりかましてハンマーは同じように、なんだそれは、それ結構ダメージでかいはず、ね、めっちゃでかかったわ。そんで様子見て、はい、まあ、だから遠距離多いのよねこいつ、めちゃくちゃ多いな。そんで全然隙がない、めちゃめちゃね動くこいつ、ね、動きまくるよな、動きまくるから、しかもね、はい、今までのボスってでかいのよ、はい、だからモンハンみたいな感じで攻撃当てやすかったんだけど、そうね、同じサイズ当てづらすぎるマジでもうちょいでかくしてくれよメタナイト、ね、でかくあってほしいかな、動き範囲が、はい、狭すぎるから近づかないといけないし、うわ、そんで俯瞰してるんだって、上アングル、うん、どういう、あ、うわ、どこにいんのこいつ、あ、右端にいる、右端にいるけど、おっと、やばい、OK ね、一応プカプカ浮いてはいるが、ネバリングでかわしてね、なんとかかわして、うん、いやただ体力そんな多くないのかな、意外と削れ出してるから、うん、これはもう避けては削りちまちまやっていこう。そうだね、それがいいと思う。いいよ、ナイス、緊急回避、回避して攻撃をしていきたい。これも参戦したいが、いいよ。いやただちょっと待て、うん、この先のこと考えるとここで頑張りすぎるのも良くないが、そうだね、どうなんだ、先を見越して立ち回るのか、うん、メタナイト戦に全身全霊をかけるのか。もう全身全霊かけましょう。全身全霊、これで負けたら意味ないからね。そうよ、なんとなく避けて、その回避の隙に攻撃をしていきたい。頼む、いやー来るな、何かを貯めている、うん、スラッシュして不発に終わったか、うん、もう一発なんか走ってこっち来てるけど、なんとかホバリングで余計の、はい、マジでこいつ、いや強い強い強い、めっちゃ接近してくる、こっちだ、どっちを狙ってんだ、3つ、うん、そんでもうチョコまかしやがってお前マジで、めっちゃチョコまかしてる、もう止まってくれ、落ち着いてくれよ、落ち着かないよこいつは、こいつ落ち着く、あーまずい、死んでしまった、エレンダで頑張れ、はい、新しく気づいたけどエレンダしたら左上に注目してもらいたいんだけど、ピコピコなんか反応してて、そうだね、速くなってる説が、はい、若干あるんでね、さっきは使わなくてごめんって感じだけど、ね、レンダーは割とありか選択肢として、はい、そしてこれは今んとこ半分、はい、うわなんか携帯チェンジあんのかねこいつ、どうなんだろうね、第二携帯みたいな、はい、だからこれ半分じゃなくて3分の2ぐらいで変化したような感じするんだけどね今までのボスは。ああそうだね、だからもうちょいで、はい、携帯変化が見れるかもあるのかもな、知れないが、あーありそうだこれは、ありました、これはあるよ絶対に、メタナイトだもんだってね、そうだね、そんで、はい、という、何その攻撃、マジか、あーこれはそっか、もうなんか B パーティーのミニゲームみたいな感じでね、うん、マリオパーティーとかそういうパーティーゲームみたいな感じで、あったね、 Wii パッドで落とせみたいな、岩を落とせみたいなね、避けていって、はい、どこにいる、そこが帰ってきたけども、うわっ、基本的にしてくんの終わってるからな、終わってるね、ソードの遠距離で意味が分かんないもんな、うわ分身、分身してきた、うん、なるほど、うわなるほど、分身してなんかどっちかに捕まったら今やばそうな、あいつチャージしたら多分やばそうだから、ね、そうね、ホバリングとかで避けていきながら、うん、やばい、全然攻撃を当てれてない、当てれてないよな、あいつが本当にこっちのターンくれよマジで、全然くれない、全然くれないのよねこっちのターンを、うん、あいつがずっと俺のターンみたいな感じで貝馬瀬戸みたいなことやってんのよ、せこいてずるいて、うん、ちょっと待て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 、おい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 、本当にこっちのターンくれよ、全然来ねえじゃねえか、どんだけお前自分のことをさ、自分の攻撃ばっかりしたいのお前こ
これよく気持ちメタナイトや。あ、ただちょっとね、若干剣抜けなくなったりするモーションするときあるから、うん、そこの約2秒ぐらいが好きにはなってるか。う、ね、うん、やばい、ピコピコ鳴り出した。また俺復活するしかないか。遊んでWii パーティーモード来ました。来ましたね、Wii パーティーモード。これは Wii パーティーで鍛え上げたミニゲーム力で、はい、なんとか乗り越えて、まあ意外に避けれる部分を、あれおい上田これは簡単だろ、避けんのエーレンダだけ頑張れ。そうだね、エーレンダ頑張って、エーレンダ頑張って満タンで復活いたします。まさか火山で死ぬとは。まね、火山、あ、安定で避けれるかなと思ったらブーンとか言ってる。なんか死んだ音聞こえたけど、気のせい、これは気のせいじゃないですね。気のせいじゃない、気のせいじゃないから。まあ、あと攻撃は任せてくれと。なるほどね、もう、うん、特攻で、はい、特攻で行かせていただきますから、はい、で俺もちまちま一応攻撃挟んではいるが、ありがたい、それはなんとなくかわしながら。でもあとミリですから、見てないと。そうね、もう地味に時間はかかっちゃってるけども、かわしてかわして隙見て、これなんだ、攻撃していきたいけど、これ早切りベジタブルではない、これは。どんだけウィーパーティーで例えんねん。全部ウィーパーティーで例えるモード入っちゃったんだ。さすが早切りベジタブルみたいな、ドゥ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 みたいな、早く切れみたいなモードではないです。なかったですね。まあなんとか、はい、うわー、色もなんか毒々しいね、みんな。ね、そうだね。まあ一応メタナイト越せて、はい、いやー、次はなんかデデデっぽくない、見た目デデデだね、うん、ただなんかウルトラスーパーデラックスにもいたけど、うん、このなんかね、装備品付きデデデ、なんかマスクとデデデみたいな。あ、そうそうそう、マスクとデデデだ、はい、ちょっとワイルドデデデという名前になっているが、そうみたいだね。攻撃がさっきからいかついことしてるぞ、こいつ。クソいかつい。ちょっと待って、うわ、その炎上にも、はい、軌道上にも出てくるのか、マグマが。そうだね、だるすぎるぞ。フィールドもちょっとマグマに侵食されたりして ね、体重によって本当に変わってんじゃん、これ、デデデが移動する方向が沈んでみたいな、うん、これはちょっといろいろ考慮しないといけない点が多いぞ。ね、そうだね、デデの位置とか、そしてハンマーを2個使い。そうだね、プライド捨てたんちゃうんかい、お前。急にハンマー愛好家に変わったぞ、こいつ。ちょっと待ってくれよ。まあ途中からまたね、変わる可能性ありますからね。そうですね。うわ、マグマそっち大丈夫？残ってきた。危ない。ナイスナイス。マグマ当たったら即死？そんなことない。マリオじゃないんだからね。ね、マリオだとマグマ即死だから、そのイメージあるんだけども。カービィだとどんぐらい入るのか分かんないが。まあ結構入りそうだよな。ね、だいぶダメージ多そうだけど。うん。なんとか合わしながら一応。はい、うわー、初ダメージ入ったかもしれない。初ダメージ。ただ死ななければいいから。思ったより削れてる？確かにね。あんま体力多くないのかな、敵。いや、結構削り早いからね。これはいけるかもしれん。え、マジで？え、楽勝じゃん、これ。ね、行きましょう、行きましょう。オッケー、これ削って。うわぁ。さすがに。それは将棋みたいなのある？え、なんだなんだ？うわぁ、炎上でやるやつだから。あ、それか。だからこれ、こっち側に避けないといけないんだよ。内側に。あ、ナイス、回避。内側に避ければ、大丈夫、うん。そして、その後は好きなんだけどもさ、はい、目回ってから回復するまで早ないんだよ。早いんだよな。もうちょいクラ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 さ、まっすぐ進もうとしても右進んじゃうみたいなさ、もうちょい人間的な反応欲しいけどね。欲しいけど、これさ、人間じゃねえんだ。顔ブルブルして、はい、ああ、もう大丈夫です、みたいな。ちょっと待ってくれ。うんで、ここが好きですからね。本当に2秒ぐらいなのよ。いや、短いな。短い。かわして。まあでも、かわして。ね、しっかりここで削り切りたい。鬼殺せ！素晴らしい！俺で終わりか？じゃあ、なさそうだな。なんかね、あれ？なんか、イノシシみたいな。おうおう、なんかイノシシに見えてきたぞ、あいつが。イノシシなんじゃね、もう。あ、だからワイルド出てて。そういうこと？野生的な出ててということ、これは。ね、みたいだね。で、なんかメタナイト。うわおうおうおう、メタナイトみたいな感じで。うん。なんだ？上がったぞ、フィールド。あー、くるなって。なるほど、うん、フィールドが狭くなった。はい、そしてなんか傾斜があるからちゃんと上、ああなんか気づいたらなんか体力削れてたみたいです。待って、俺そんな削れてたっけ。俺、いや、削れてましたね。気づいたら死にました。一応このイノシシモードまでこの体力でこれだぞ。はい、オッケー。こっからなんかいつの間にか死んでたから。そうね、体力管理しつつやな。そう、あいつね、なんか一発一発多分でかいぞ普通に。え、そうなんだろうな。もうなんかこの体力なら一発でやられることはないだろうと思ってても、うん、持ってかれること多いから。いや、そうよ、油断はできない。ちょっと気をつけながら一発一発でかいから。そうですね、慎重にいかないと。うん、やばいが、本当にイノシシみたいに四足歩行を始めて、うん、ねえ、もう本当にプライドも何もないというか、もう武器を捨てました、こいつは。柱も捨てて獣の力に頼ってやがる。そうだ、本能に頼ってるのか、こいつは。ね、多分そうなんだろうな。プライドを捨てたというより、うん、むしろ原点回帰。うん、もう俺には武器はいらねえと、うん、もう素手だけで十分だみたいな。悟り開いたみたいな感じのデデデっていう説も、うん、ワンチャンありますけど。ね、あるね。いや、さっきより隙がよりなくなって強いし、なんで攻撃当てようとしたら周りマグマで追われやがってよ。うん、ちょっと待ってくれ、マグマを撒き散らすのが本当にだるいんだけど。本当それなんだよな。普通の足場なくなるからね。そう、あ、そんでなんか敵が、敵呼んできた。なんか敵が、これも獣の力みたいな。そうね、獣のワオーンって言うとなんかめっちゃ仲間呼び寄せるみたいな、うん、そういう獣の習性みたいな。ありますけど、ね、ありそうだよな。いやー、この
このダイブのやつがスキレレオとしてもね、うん、着地点に全部マグマ出てくるから、いやそうないよ、衝撃波プラスマグマみたいなね、意味ないんだよね、マジで。で、こういうところか、ちょっと疲れてんのか、やった後に。疲れてるね、やった後に疲れてるから、大きい隙はあるな。確かに、やったあ直後じゃなくて、うん、ちょい後ぐらいにハーハー言うてるから、はい、そこ狙って、ちょっと待って死んだちょっと待って死んだ。まあ、でも傾くから、傾くからこっちにいればいいと。あ、そうだね。なるほどね、うん、本当に傾きは上を押しとかないとズリズリ落ちてくから。そうだね、なるべく角度も維持しつつ。オッケー、戻ったけど、はい、グワングワンなるな、マジでこのマップ。え、ほんと、なにその、いや、出て本来やめろ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 、レバガチャじゃん、もうなんとか。そうだね、レバガチャちょっとでも遅れたら多分死んでたぞ、多分そうなんだろうな、とんでもないダメージ。そして俺は死にました、次は死にました。ちょっと待ってくれ、時間を稼ぎたいけども、ちょっと猛攻だぞ敵が、マジでマジで猛攻だね。そしてよし、復活。はい、これちょっと次も見越してもうちょい残しておきたいんだけど、どうなんだ、この衝撃100万。あ、ただこの後よ、そうね、この後ゼーゼーするから、うん、でバーン最後やってくるけど直接、待って待って、俺マグマ入っちゃったかも一瞬。あ、マジか、あぶね、あ、そこでゼーゼーモード入ってるから、はい、そこでここだ、鬼殺しだ、やべー、いやちょっと予定以上に削られてしまったか、あれ、うん、宝箱、うわお金か、これはなんかスターだけかい、いらねえよ、アイテムなんかオーケー物資みたいな感じで届けてほしかったマジか、もうこの体力で残り3戦行くしかないということで。そうですね、さあやってきた、デレデの後はレオン・フォルガさんということで、はい、これ弦ついてないけど、なんだ最初から、確かに弦ついてない、弦ついてないけど、幻がないからね。でもこの X の攻撃どっかで見たことあるぞ、あのなんかキャットちゃんじゃないか、ね、キャロライン猫のやつと一緒やん、ね、キャットのやつのなんか師匠というか、うん、そんな感じなんじゃない、ね、なんか旦那さんみたいな感じはありますけども、うん、妻をよくやってくれたなみたいな、もう怒りに満ち溢れてる、いや満ち溢れてるね、してますね、うん、ただ今のところそこまで癖のある攻撃はされてないわ。そうですね、ちょっとこの後なんかな、こいつも第二形態やりそうだから、うん、そこでどうできるかだか、確かに、もう俺余計重視でいくわ、何それ、ビーム破壊光線、だったけどカス当たりで済んだのか、よかったよかった、どうなんだ、全部食らってたりとかしたら ねゴン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 みたいな、そう動けない状態になって ね動けない状態バーストかなと思ったけど、なんとかカス当たりで、ナイスナイス、ただもう本当にでかい攻撃一発食らったら死ぬぐらいの体力だから、そうなんだよね、避け重視してるから、カーブがしっかり避けてもらいたい、攻撃はアワドルニに任せたわ。そうだね、もう俺はもう足元でゴリゴリ削ってんで、そう槍でゴリ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 やってほしいが、はい、どうなんだ、第2形態いつ頃来る、これ全部削ってんないと、まあ、全部削ってからになるんじゃないか、でもどうなんだろう、削んないで来ないから、この辺で、そうこの辺で来る可能性もあるんだけど、あるんだけどまだ来ない、あ、ないな、ワンチャン3分の2ぐらいで来るという説もあるが、うん、まだ来ないか、え、破壊光線来る、破壊光線来る、破壊光線意外とね、あれ付きだから空中にいたら当たっちゃうから、あ、なるほどね、なるべく歩いた方がいい、で、そこが好きなのか、うん、なんで鬼殺し2段ぐらい当てとく、だったらもう削りきれんじゃん、これさ、もう第二形態とかなくてここで終わるという説、うん、それにかけない、終われ、うん、絶対第二形態あるねムービー入ったもんだってもう、なんかこ、あれ誰、こいつに操られていた、どういうこと、いや、違う、弦が挿入された、あ、そういうことかな、弦インストール、なんじゃない、レオンフォルが、うん、弦インストールされてなかったただなんかヤバそうなやつが追加されただけでした、だけでしたね、ちょっと待てよ、衝撃波プラスとかさうん、とんでもねえことをしようとしている、いやー、そんなじか、回避先にな、衝撃波置かれたらな、うん、絶対無理だもんな、絶対無理なんだよ、うん、うわい、いやもうこれカービィ避けれる、ね、頑張る頑張って、もうナイス、頑張るけど削ってながらも、うん、いやこれ来るよ、だいたい分かってる、お前らのね夫妻の攻撃は意外とね、攻撃しますよ感が出てんのよ、出てんだよな、ちゃんとこれとかもね、高い光線バーストでしょ、高い光線バースト、ここ好きですからね、どういう角度それは、うん、岩落ちてくる、それ避けるか、なんとか、なんとか、うめえ、なんとか避けて、うん、そんでもう一回破壊光線だね、パート2からの岩攻撃、そう岩攻撃、影が出てるから、影出てるからそれに当たらないようにって感じかな、オッケー、オッケー、もう本当に俺避ける以外何もしないぐらいのペースで、うん、もうずっと避けてるわ、オッケーオッケー、そんでずっと削ってほしくて、でも影が死ななきゃ俺がずっと攻撃できるから、間違いない、酒ゲームになってるぞマジでなんだこれ、めちゃめちゃ、あ、これ衝撃かなやつや、で衝撃かね、これはそうね、もう格好つけてジャスト回避とかしない、そうね、あ、あ、それ上にも伸びてる、あ、もう絶対に避けれない無理だ
さあ第2形態まで帰ってきましたが、はい、ここだよなやっぱ一番ここがやっぱ強いんやな。一段はここ、この衝撃波、これ以外はそこまであんま変わってないから、はい、それ以外はほぼ第1形態みたいに戦えばいいんだ俺残ってたかファイヤーが。なるほどなるほどね、はい、こんな感じで地面にもファイヤー残すみたいなこともしてきて、これが好きだね。そうだね、ここでちゃんとはい鬼殺し貯めて三段階鬼殺し、オッケー、結構削れたんじゃない、オッケー、さっきまで、あれさらに、え、形態があるのか、レオンフォルが第2形態からの第3形態ガチャンになって、え、あれなんか分裂したぞ。そうだね、なんだ2対2になった、2対2に、知らん、聞いてないあ、2、1、漢字の1位みたいなのもやってくんのそして赤い光線、はい、ちょっとまた目の前に来た、ね、目の前に来た、お、やったそれ、なんだそれ、あ、それ空間の中大丈夫な、お、お、あー、もうね、こんなんマジで勝てるわけないからねやってくれてんのこいつマジでいやー、一応この体力で、はい、この2つに分裂するところまで、うん、来たんだが、うん、これはもうずっとライオンだけ構えばいいんだけど、なんかすごい横やり入れてくるんだよなあいつがそうなんだよな、それがだるすぎるし、全然体力も残ってないし、うん、終わったという説、もうこれがこの破壊光線中、はい、チャンスだが、そうだね、ぶち込んで、ぶち込んでいきたいが、あ、そうだ、忘れた、ブラックホール来てるのか、うわー俺は死んだな、これさっき当たったけど、なんとかこういう恥がセーフなのね。そうだね、逆に言うと恥しかセーフじゃないのねやばいぞあの攻撃マジで、やばすぎる、やばすぎる、その二重引っかきもあって、そうだね、そんでこのハンマーだけ失ってはいけない、そうだね、そしてワドルディもいつの間にかに復活してて、はい、あーこれ雷撃だ、雷撃やばい、めちゃくちゃやばい、でこっち、あーその足からだ、オッケー、うん、あーあいつの避けれて、あいつのなん だ, だ、ね、あいつのあれか、衝撃波が、そうなんよな、衝撃波広すぎる、マジで広い、やばい、うわ破壊光線ちょっと食らったか、その間になんだこの岩があるんだよな、そっか岩降ってくんのか、うん、そしてあ引っ掛けだ、ちょっと俺かわさせてもらうわ、引っ掛けはここでかわせるはず、ナイス、うわなんか炎、めっちゃラグい、うん、炎があんのか、なるほど ね, なるほどね、炎が混じってるのは聞いてなかったけど、うん、どうなってる、え、もうぐちゃぐちゃすぎてわけが分かんない、わけわかんない、ほんとにわけわかんない、カメラアングルもクソすぎるし、うん、何がどうなってるの、うわ衝撃青いて、わけわかんない、衝撃波が20、30になってる、うん、もう、もう体力がどんぐらい空いて、あーと一応、空いてあとちょっとね、でも、あー俺もちょっと、俺もあとちょっと、絶対、うん、完成完成完成、頑張って生きる、生きる、生きるから減らしてくれ体力を、頑張って減らしてくれ体力を、減らせる、頼む、今チャンスか、今チャンスか、今チャンスか、俺も賛成する、俺も賛成する、削り切ろ、削り切れ、削り切れ、削り切れ、どっちだどっちだ、これはやったよまちゃん、なんなんこの激戦、いや本当にもう後先考えずにあいつにだけね集中して戦ってましたがね、まだあと2戦あるという、いやもう恐ろしいわ、うわーこれ見た目的になんかバルフレイナイトみたいな、そうだね、スターライズにいたね、うーん、このなんか鱗粉めっちゃ巻いてくるやつだけど、はい、こいつはどうだ、メタナイトでさえめちゃめちゃ強いなって思ってたから、うん、こいつはもう気にならない強さしてるという説、そうや、メタナイトの進化だもんな、間違いないあるかもしれない、はい、いやもうこれは基本的に避けていきたいけど、はい、開始5秒でやられるみたいな、そうね、それだけは避けて、うわーそれは、ああ開始5秒でしたさあバルフレイナイトまで、はい、帰ってきて左上ご覧ください、うん、ピコピコハンマーレベル1なんかコピー能力変わってますこれいろいろ試してみた結果、はい、普通のハンマーノーマル全く強化なしでやってたんですが、うん、そうだね、あの敵の強さに俺らのコピー能力が全く追いついてないと、そうなんよな、もう明らかに攻撃力、うん、守備力ともに足りないと、はい、いうことで、うん、ちょっと強化してきました、そうですね、さすがに、さすがによな、このゲームの要素を、まあ、別に縛りプレイしてたわけじゃないから、うん、いらねえかなと思って使ってなかっただけで必要になったんで使いますという感じで、はい、まあ説明はこのぐらいにしておいて、ここから本気で俺も攻撃を仕掛けていきたいが、そうね、ピコピコハンマープラス1はね攻撃力高いですからね、そう、普通のハンマーのまあ約 1.5、うん、下手したら2倍ぐらいのパワー、それぐらい体感あるよな、ね、秘めているかもしれないので、はい、まあ、ただバルフレイナイトはね鬼殺しハンマー当てれるほどの隙をね与えてくれないから、こいつはね、すばしっこいからな、すばしっこいから、まあ、ちまちま削っていく絵面にはなりそうだが、うん、鬼殺しの削り方こいついかついからマジで生
きなりブワーとか言って、はい、半分ぐらい削ったりもするぐらいの、いやそうなんよね、結構な強化、まあ、できる限り、まあ、強化しすぎてもおもんないかなと思ったんで、うん、まあ、ちょうどいい塩梅かなと思われるところまで、はい、まあ、強化してきてという感じなんで、うん、そしてこの竜巻がこいつの大技で、そうだね、でこれかわした後透けてきてるから、うん、こんな感じで鬼殺しいける、お鬼殺しじゃなくて、まあ、削りを優先した、はい、そしてこの後は普通に切ってきて、うん、まあいい感じにバルブレイナイトなんてさ、はい、メタナイトと同じでさ、うん、全然 HP 削れないキャラなのに、はい、結構序盤でもう半分ぐらいまで削れてきていると、うん、いやそうよ、だいぶいいペースなんだが、やっぱりカービィが主軸に狙われてくからね、あんまりピコハンの、うん、持ち味が出てない感じはするが、うん、まあ、余計優先でやっぱ体力をね温存させておくのも大事だから、確かにね、あと2戦なんでね、はい、だからこの後にももう1戦控えてますから、うん、もう回復全部食っちゃったからね、そう回復全部食べちゃったのよ、うん、だからちょっとここでちょっと全てを出し尽くすのは良くないということで、はい、ちょっと温存しながら行きたいんだけど、マジで攻撃与えさせてくれ ねずっと相手の攻撃、うわーやばい、ただここの竜巻かわした後、うん、はい、いける、俺の鬼殺せカラブリーちょっとカービィは狙われてしまっているので、はい、マドルディが隙をつく形でちょっと攻撃してほしい感じではあるが、うん、俺がピコハン持ちたいくらいだからな間違いない、ちょっとねキャラ交代したいぐらいに主軸となる武器のピコハンがね、もうあいつも分かってんのかね、こいつやべえぞっていうので、うん、見た目やばそうだもんね、明らかにマジやばそう、明らかにやばそうな見た目してる俺を狙ってきてるが、はい、まあ、マドルディもちゃんと火力ありますから、うん、半分までやっと削れて、はい、僕は何かを止めている、おっとウルトラソード、うん、ウルトラソードなるほどね、ウルトラソード駆使してきて、うん、そんなんあった、そんなん使えたっけ、そんでこのファイヤーはこんな感じで、はい、なんか余韻ファイヤーみたいなのありましたけども、うん、そしてちょっとかわしてきつつ、いや虫の叩きだ、あそれは絶対避けた方がいい、これは避けた方がいい、うん、危ね、カービィの近くに瞬間移動して近づいてくるこいつが、あそれ避けれんて走うえー、そんな何これめっちゃ傾いてんですけど、めちゃめちゃ傾いてる、ちょっとみんなスマホ傾けて見たら普通のね見れると思いますスマホ傾けてご覧くださいそうだね、ただこうなってる間も俺は攻撃を緩めない、はい、かわいいね、そして、うん、この竜巻、あなんか変わってる竜巻ブースト、おおんぼろ、形が変わって、形変わって何でも結構避けれた、素晴らしい、あー初見で意外と避けれてオッケー、あーただ疲れてるところはあんまつけなかったけどね、ストピコしたかったけど、はい、ウルトラソード来た、かわした後がファイヤー縄跳び方式あるんで、はい、かわしていきたいというので、この後疲れている、そっか、じゃあ1段階もうさー瞬間移動だけやめてなんで瞬間移動できんの、ねえ、カービィの攻撃全部そして出てきた瞬間に遠距離 ね、そうだね、マジでこすいなお前本当に動きがこすすぎる、もう武士のもう全く武の字もないレベルの侍失格やな、侍レベル1よこいつ本当に低すぎる、うん、ここに来てくれたのはありがたいが、そうね、あーだからもうちょっとなんかどうしよう、全然相手の攻撃緩まれねえな、うん、ダメージ食らいながら攻撃当てるのもね、なんかあいつの思うツボのような気がするんだよね、あーそうだね、うん、もうなんかこの後のボス戦のために体力削ればこいつとしてはもう仕事しましたみたいな、なるほど、感じするからな、なんか、うん、あんまりあいつの挑発には乗らずに、はい、そしてここは意外とねこうスライディングとかも使っていきながら、うん、距離を作って、あ、はい、ワドルディは食らったが、うん、まあまあ、画面傾くことはねえのか、うん、ワドルディはねもうめちゃめちゃサブとして扱われてるなマジでカービィにカメラ合わせ、え、これ何、ね、なんだ周期変わってるか、いやめちゃめちゃここピコピコマジでさ本当に一瞬もない隙が、そうだね、あこれまた来るんだよな、またチョキチョキしてきて、はい、トントントン、ここ終わらせよ、ここで終わらせろ、いけいけいけ、ここだ、うわ終わっ終わっ、え終わんないの、終わりだもうラストはダメージ受けながらもう早く終わらせたいと、ね、このちまちま勝負にケリをつけないという感じでもうご了承でやっちゃったけど、はい、体力的にはどんな感じだった、ちょっとしか残ってなかったような気がするんだけど、うん、やばいマジで回復くれ、なんかここに宝箱あるからさ、ね、回復、さくらんぼ来た、さくらんぼあんじゃん、だからこれさくらんぼは俺食わずに行きます、俺食え食え食え食った方がいいに決まってる真摯なプレイングみたいな、いらないっすね、
俺サムライレベル100だからみたいな。いやいいよそういうの。ラストなんだから絶対強そうじゃん。確かになんかサマーウォーズにこんなキャラいそうだったけど。いたな。花札のやつな。そうキングカズマみたいな。うん。なんかああいうキャラいそうだったけども。はい。そしてここにやってきまして。うん。これが正真正銘ラストの勝負になると。はい、うん。でここの上からおね白。白いね。なるほどね。一個下のレベルのやつだったら。うん。エペリンと全く同じ色合いはしてたんだけど。そうだね。そんで混沌神種カオスエペリスということで、うわ白と赤に変わっててめちゃめちゃ強化されてそうだが、うん、こいつも瞬間移動の民だ。マジか。こいつも瞬間移動の民だ。やばすぎる。そんでなんかエペリスとかいう名前なんかさっきさチラッと見えたペットみたいなさ、うん、エペリンとなんか血繋がってんじゃないって感じするけど、繋がってそうだよな、ね、名前的には繋がってそうだが、うん、こいつもなかなか隙がないが、はい、さっきのバルフレイよりかは瞬間移動あまり使ってこないからね。確かに。そしてこれはなんだ。あめちゃめちゃやってきたけど、おー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 、あやばい。あワドルディ狙ってくれるのはありがたい。ワドルディはもう不死身だから本当に。いやそうよ、一番理不尽と言っても過言ではないからな。このゲームの一番の理不尽要素。ワドルディ、はい、不死鳥というあだ名つけてください。やばいやばいやばい。お前がやってる間に。はい、いける。鬼殺し。鬼殺し一発当たったかな。ちょっと避けられた気もするけど。うん。どうなんだ、わかんねえが。はい。まあいい感じにさっきの、うん、バルフレイナイトよりかは意外にダメージの減りはいいと。そうね。そして俺か狙ってきたね。狙ってきたが、この身体操避け。あ、いいね。身体操避けで。全部避けた。かわしていって、バトルに狙い。オッケー。なんでオッケーなんだよ。本当に味方か。カービィ削られないっていうね。うんと待て、その瞬間移動とか。それマジ時空の裂け目使ってくるの結構せこいけどね。えそうね、かわしていって、はい、一発とかお見舞いしたいが、どうだこいつも。ほんと隙がねえ。それはそして上からなんか降ってきて、うん、衝撃波持ち、衝撃波きつい。ああこれ余計に切るねえわ。言うてホバリングで、うんそうね、避けれて、ホバリングいいのかこれは。でこれホバリングで避けて、はい、この間なんかある隙いけんじゃない。あーあーまあまあちょっと削って、うん、いや本当に隙がないな。どんどん強ければ強くなるほど。確かに。何バグバグレベルの挙動してたぞマジで。うん、何回瞬間悟空でもしたことないレベルの瞬間移動の多さね。うん、まあ全部効果音ね編集で上田さんがつけてくれるから、ね、いやつけないですけどね。シュインシュインシュインみたいなやつでしょ。誰がつけんねんそんなの。つける。あここ好きかもしれない。あそうだね、ここ好きかもしれない。杖が地面埋まった時ねえ、杖が刺さっちゃってたからね。おこれだね、ここじゃない。殺し、うん、1段階でうわかわされる。すげえな。2段階は貯めれないと思って1段階で妥協してるんだけど、それもかわされたよ。えぐすぎる。えぐいが、まあ、これは、うん、でかわして、はい、この後意外とあった気がする。そうかそうか、若干の隙があって、ここ狙っていきたい。もうピコ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 っつって、え、もう半分いきそうじゃないか。確かに半分きそうで、うん、何かを貯めている。なんだ、やばいやばいやばい。なんか滅びのバーストストリームってことこれ。おい、言うけどブルーアイズドラゴンじゃねえんだからさ。ブルーアイズ、おい、ただ範囲はそんな広くない。そうだね、一直線だから意外と避けやすい。ねえ、もっとぶっといの来るかなと思ったけど、意外に当たってんじゃねえか。大丈夫か。やばすぎる。出てたらなんか思ってる持続時間で攻めてくるタイプだったわ。あそうだね、範囲攻撃じゃなくて持続時間で。なんかホバリング一応このシリーズ、うん、無限にはできないから。そう制限あるからね。制限あるからそこを疲れたな。ちょっとめんどいことされたけど、うん、ちょっと待って、俺の体力が若干心もとないぞ。いやそうだよね、どうしよう。これホバリングで避けて使う。ホバリングで避けて、はい、この2回の後意外と隙あったような、うん、気がせんでもないが、はい、ここ1段階 OK、 1段階渡った。ちょっと削れた、若干削れた。オッケーオッケーオッケー、こういうのの積み重ねよ。うん、そしてね、バグ挙動瞬間移動からの、はい、もう本当にカメラも終えてないからね本当に。そうだね、カメラマンさん本当に今の終えたらすごいレベルの感じで、うん、みたいな、はい、なってたけど半分削れて。そうだね。そしてこっからなんかな、第二形態か、さらに第二形態は、はおいおいおい、本当にサマーウォーズみたいになってんじゃねえかよ。なんかでかくなって。そうだね。え、これもうちょっと待って、何攻撃当たんないのかな。これはエヴァみたいな動きしやがって。うわやべ、これはなんかあいつ、あ横そんな範囲攻撃した後にピンポイントで変わった。そしてまさきさん、やばいって。それどう避けんの。これジャンプで避けれた。ジャンプか。ホバリングで。そしてなんかその二重でさ、なんか二人で二人がかりで攻撃してくるのよくないぞマジで。いやマジよくない。でかいエフェリンプラスホワイトエフェリンで、はい、そして何これ分身したぞ。これはやばい、なんか HP 回復してる。そうだね。うわなんかやべ、どっちだ。俺これ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 、そっちか。行け頼む、おりおろしおりおろし。やべ、おりおろしあまりはねえけど、なんとかどうしよう。なんとか助かったけど、やべ体力がとんでもなく削れてる。やばい、こんな削
コピコハンマー強化しても、こんないい勝負になってしまうのか。ね、そうなんだ。結構俺ね、なんか普通に勝てるかなとちょっと思ってた自分もいたけど、こんなにいい勝負になるとはな。ラスボスはえげつねえな。ラスボス規格外だな、本当に。うん。そして、破壊光線、はい、あかな破壊光線だね。何え、何破壊光線瞬間移動、マジなんか魔法の枠の攻撃にちょっと似てんな。その組み合わせはだ、マジうわただ、若干の削りでよかった。カス当たりで済んだ。カス当たり、よかったよかった。カス当たりで済んだ。モロぐらいしてたらずっとダラダダダみたいなのは、ピャ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 みたいになってたかもしれないけど。ありそうだよな。あれ鬼殺し当たったぞ。マジなんか適当に鬼殺し振ってたら当たった。適当に鬼殺し振ってたら適当に鬼殺し強いね。適当に鬼殺し、やばいやばい、当たって、はい、うわちょっと待て、やばい。もう残りミリか。カービィミリだ、やばい。なにそれは、えぐいって。隕石ブースト、うわわわわわ、隕石ブースト、え隕石ブースト、やばいやばい、あぶれあぶれ。一応回避があるのか。回避が。でその後、あちょっと待って、頼む、食らわないで、耐えててくれ。食らわないように、うん、削りながら、はい、あー、ヒリヒリしてきた。これ、本当に削り切ってもう終わろう、マジで。終わりましょう、終わりましょう。結構やってるぞ、マジで。うん、1日2日くらいちゃんとやり込んでるからね。ね、そうだよ。瞬間移動どう避けるのか分かんねえ。あ、なんか十字に出てくるってことね。これは分かりやすい。うん、あ、やばくね。やばいぞ、やばいやばいぞ。コピーガンマン死守して、死守、よしよしよし、死守。はい、もう攻撃は俺に任せてくれ。絶対避けてくれ。頼む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 って。うわうわうわ、ただバグ挙動、バグ挙動で、うん、あー耐えろ耐えろ、なんとか耐えろ。死あ、鬼殺し、いや無理だ、無理か、無理だ、まあそうよな。もう焦る気持ちを抑えて、ちょっと鬼殺しを抑えよう。そうない、あ、なんか後ろにいるぞ。行く行く行く。あ、またこれ横番じゃない、横番来る。あー来そうだね。なんかナイフが出てきた後に、うん、まあ、なんか後ろから攻撃、あ、横番来そう、横番来そう。あ、上上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 上、よしよしよし、オッケー。うん、ね、そんで後ろのエフェリンもね、あいつただ待ってくれるわけじゃないんだよ。ほら、あ、ほんとだ、なんか始めた。ちょっと攻撃してる、しようとしてる。あ、行く行くいな。俺になってくるか。逃げててくれ。あ、上上、なんとかコピー能力の吸った瞬間に、吸った瞬間の無敵状態、無敵状態になってかわしたけど、また来んのか。あーあー、もうやめてくれ。でここでもう削り切れないけど、さすがにかわされるか。いや、いける、どうだ、いや、どうだ、一応待ってくれてはいる。チャンスだったか。なんかちょろちょろタイム入ったな。そこで鬼殺しぶつけりゃよかった。そうね。そしてここは何、ここはもうかわさなきゃいけない。高い、あ、滅びのバーストストリーム、滅びのバーストストリーム、あ、違うか。うん、どうすればいいのこれ。弾いてからこっち行くとか。あー、ね、こんな感じで、なるほど、縄跳び感覚で、はい、受ければよくて。そうだね。いや、もうここで俺が削り切る。いけ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 、やばい、し、いけ、おげよっけよっけ、勝ったぞ。ので、あ、なんか出た、なんかあるぞこれ。何、あ、オーバル、え、これ、え、あ、バトルではない。おあ、これ、これで蹴りをつ、これで、うわ、終わりじゃ、ボゲー。早くしろ、早くしろ、早くしろ、おえー。今ちょっと危なかったんじゃない。おい、それで、え、は、どういうこと、どういうこと、え、これで、ギリギリ終わったみたいな演出じゃなくて、いや、なんか進化してそうだね。取り込まれて、あ、取り込まれて、うん、どういうこと、どういうこと、そんななかったけどな、普通のには。カオスエフェリス、待って、なんか吸い込まれる、やばい、えぐい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 、やばい、吸い込まれる、吸い込まれる、吸い込まれる、吸い込まれちゃったけど、吸い込まれちゃった、うわ、やばい、ええ、あ、ワドルディだけだ、食らってんの。あ、そうだよね、時短時短で、はい、半分も削られた。カオスエフェリス、はい、もう見るじゃん、人で見るじゃん、俺らがスターアライズで戦ったさ。あ、そうだね。ちょっと待って、俺もう走ることしかできない。待って、俺本当に体力優先でいくわ。オッケーオッケー。ワトルティ、これはもう無限に。これ体力ミリだよな、さすがに。さっきのエフェリンぐらいあったら終わりだぞ、マジで。どうだろう、全然削れないな。あ、ただ、うん、どうだ、この削れられ方は。さっきと同じぐらい。あー、もう、あー、もうね、あー、もうね、勝てるわけねえよー。こんなに強化しても勝てないの。よし、帰ってきました。はい、そんで訳も分からず即死したんだけども、最初なんかブラックホールみたいなのあったよね。そうだね、だからブラックホールみたいのに飲み込まれなきゃめちゃめちゃ大ダメージは食らわないような気がするから、うん、大丈夫。そしてこっからが、はい、なんか分かんないんだよね、こっから。ね、そ、なんだ、ビームで、なんかとんでもないダメージ入ってなかった。結構入っちゃった、俺。結構ダメージ入ってた。うん、ただちょっと待て、なんか攻撃してたらなんかさ、うん、ポヨンポヨンのやつ周りポヨポヨしてんじゃん、あいつの周り、まあ、ちっちゃい円みたいな、ね、それがなんか消えてるんだよね、ほらビシャビシャビシャって。ほんとだほんとだ、
なんかそれを全部消すとダメージ入るみたいな、おワンチャン、うわなんだそのカッターブレードみたいな、うん、してきて、あこれちっちゃいのまた増えたよ、ちっちゃいまた増えたからこれ消さないと、うん、だるい、おっとなんだと、うわ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 、あただ待って攻撃したら消えてたよ今、あオッケーオッケーオッケー、あただこのビームがやばい、そのビーム強いんだよ火力が、このビームでなんか死んだ記憶がなんか思い出されたきたかもしれないこれは、ねそうだったね、なんか初見でわけもわからずあのビームでボコボコにされた記憶があるけど、うん、このビームタイムはかわしていけないが悪口になった時は、ただ一発食らっちまった、うわまずい、いや待ってとんでもないダメージだぞマジであのビームそうだね、え待ってこれをさどうやって倒せるんだ、まあ、このカッターはジャンプで3回来て、この後が意外と好きだから、ね、この後攻撃していって、うん、普通に体力も多いしおまけ要素にしたら多すぎるだろこいつそうだよな、まあ、こいつが裏ボスなんかさっきのカオスエフェリンで終わってほしかったけど、うん、このなんかポヨンポヨンのやつも全然強いんだよなマジで、強すぎる、ただどうだ、はい、そろそろいや全然半分にもなってね、なってないんだよ、やばすぎる、そしてやばい死んじゃった、バンワードが死んでこのビームを俺が避け続けないと、うん、いけないがビームタイム終了だね、そして、まあ、ここが狙い時、いやでもカッターが来るのかな、瞬間移動した後にカッターが来るんだ、うん、やばいやばい、瞬間移動した後カッター来るから3回カッターした後が意外と好き、そうだね、意外と好きだから、うわでも動くんだな、挟んでいった、あこの破壊構成もね強そうに見せかけて、このポヨポヨ消せばいいから、うん、消せるんだよな、消せばいい、一応真下アンチみたいなとこあるからね、そうそうそう真下が意外といけるから、うん、おなんだなんだなんだ、何いつの間にかに、ただ3分の2ぐらいしかまだ3分の1ぐらいしか削ってないけど、なんか起きて炎になった、携帯変えんの早すぎねえか、なんか土星みたいになったよなんだこれ、なんもないのか、一つの惑星みたいな、おうおう惑星が小惑星破壊したみたいな、うん、感じで岩が、ああこの上からね降ってくるのよくやつね、メタナイトのやつと似てるわ、うん、これはできてなんか積み重なって、なんだこれ、うん、やばいやばい、くる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 、どうすればいい、どうすればいい、どうすればいい、ああいやまた来たよ、意味がわからん、意味がわからん、ま、意味がわからん、もうその初見殺しやめようぜちょっと待ってこれさこうじゃない、あそういうこと、こうで、うん、ここの上とかで待機してれば、うん、かわせるという説あった、ナイスそれ、なんかなあの積み上がってる岩怪しいと思ってたんだけど、多分この戦いはおそらく負けますもん体力見てください、とんでもないことになってる、ね、そうだね、まっけわかんない、走れ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 、気わかんねえけど最速の移動方法このスライディングジャンプで、はい、なんとかかわしていきつつ、いや素晴らしい、もう俺よけに徹するわ、もうバンダラマドルディ頑張ってくれ、オッケーオッケーオッケー、俺は狙い俺は狙い、なんだ、あ衝撃が来てる、衝撃が来てるわ、これはちゃんとかわし、うわそれ無理やって、いきつつ、ナイスナイス、もう一発でも食らったら死ぬからね、かわしていこうぜカービィちゃんオッケー、でここは意外と好きか、そうだね、あービーム来るのかな、あこれ破壊構成だいぶチャンスかも、うんチャンスで、その攻撃していきたい、いけ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 、でこっからピョンピョンした後カッター、この知ってるムーブに入ってくれた、はい、で、ま、待って4回ぐらい入ってきたぞ、カッターを、3回やったのに、3回やったのにちょっと変えてきた、ただなんか1回ぐらい耐えて、あこれやばい、あこれね、これをね、あーもうなんだこいつ一応ね、あのこのメラメラモードまで来たけど体力がとんでもないことになってますこれでも勝てるというのを証明できたらだいぶすごいことだと思うんで、いやそうですね、ちょっと頑張ってみるか、はい、ただもう初見殺しっていう点においては、うん、もうだいぶ緩和されてる感じがしますんで、そうですね、大体の攻撃パターンを分かっているから、うん、はい、これで上登れば避けれると、そうだね、いうことで、でもう一発ぐらい岩振って2発でかい攻撃がこれあるから、うん、でさっきこれくらってだいぶ削られちゃったから、そうですね、それはなるべく回避したいということで、はい、岩乗ってかわせ、かわせー、オッケー、かわしてからは普通に戻ってビームモードだっけ、そうだ、ビームじゃねえや、このなんかヌチュヌチュみたいなのをめちゃめちゃ俺めがけて何発も何発も何発も撃ってくるという感じなんだけど、これはまあ揺れ最速移動しとけば大丈夫、そうだね、あのビームがね一番やばくて、でこれも言うて、うん、テクテク歩いて衝撃波だけ避ければ、そうだね、大丈夫、避けて、ナイス、避けて、はい、何発か来るんだよな、三発、三発か、三発来るから、はい、どこに落ちてくる、うん、そこに落ちてくるのはちゃんと避けていくと、いいね、避けていってこっからビームモード入るんじゃなかった？入りそうだね、ビームモード入るから、はい、あ、破壊光線モードか、おう、破壊光線モードだな、あ、待ってビームモード入るか、いや、瞬間移動してからカッターモード入る、はい。でこれ3回4回ぐらいやってくるから、うん、でここはちょっと攻撃に参加してくて、ここからビームモード入る、はい、ビームモード入る、あーこっからがやばい、まあ、俺狙いなら全然いいわ、こっからがやばい、俺を狙い俺を、こっからがやばいビームモードがやばい、もう集中、
おい、ブラックホール？ブラックホールモード入った。やばい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 。ブラックホールモード入ったけど、これは言うて逃げればいいだけだから、ここからビームじゃない。ビームじゃない。おお。メラメラモード、こっから初見殺しだ。わかんねえけど。同じような感じじゃない？最初のやつと。同じような感じか。はい。またあるのね。待って、岩が。まあでも岩めちゃめちゃ乗って。左側左側乗れ誰？間に合う？左側。カメ間に合う？間に合わねえかもしれねえが。よし、なんとか。間に合わせるのが俺だ！多分もう一発来るんじゃないか。もう一発来る、うん、岩を避けて、はい、いやもうなんでこんな辛いんだ。体力もうちょっと残してくれば。そうね、余裕持っていけたけど、このヒヤヒヤ感はこれは、ああ避けて、はい、まあもう食いてもしょうがない。そうだね、この状況でベストを尽くす。ここからビームモード入るか。ビームモード入るか、いや破壊光線モード、はい、破壊してほしい、うん、しっかり破壊して、破壊してくれたらだいぶ避けやすいから。そうだ、あ、まずいか。OK、大丈夫大丈夫、ナイスナイス。ここからビームモード、ビームモード入る。ビームモード、あ、ヌチヌチモード、ヌチヌチモードは走っておけば言うて避けれるんで、だいぶパターン見えてきたよ。パターン見えてきたから、あとはもう集中力を切らさないだけ、うん、そうだね。でこっからビームモード入るか、うん、ビームモード入りそう。まあそれはしっかり。いや、このディメンションウォールモードだから、はい、ディメンションウォールモードは弾いて回避で避ければ大丈夫なんで、うん、そうですね。これはもうタイミングゲー。そしてこいつ本体に当たりたくないが、うん、本体がどっから降ってくるかあんまりわかんないんだよね。そうだよな。本体、まあ、端の方に降ってね。そうね、端の方いれば大体大丈夫、うん、確かに。そしてこっからビームモードのはず、絶対ビームモードのはず。ビームモードが一番攻撃力高いからな。これ破壊光線モードだ。全然ビームしてこないじゃん。ナイスワダルティ、ありがてえ。それはワダルティ破壊してくれ。ナイス、よし、ちっちゃい弾破壊して、ビームモード、ビームモード。いや、これ宇宙宇宙肩モード宇宙宇宙肩モード混ざってねえか。あれ、いろいろ混ざっちゃってる。いろいろ混ざっちゃってるよ。で、こっからビームモード入るかもしれないから一旦さ、あ、入るね。ビームモード入った。ビームモードだけ俺がやばいのは、はい、待って、ビームモード、うわー、逃げろ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 、まあ、逃げろ。ハンマー回収してもらって、で、あ、あ、これだ、ブラックホールモード、ね、うわー、一発耐えれたの。でかいか、でかい。もうでも次はないよな。もう次はない、もう次ビームモードだったら終わり。そうやな。こっから何モード入る。こっから、あ、メラメラモード、メラメラ、ね、これも意外とむずいからな。メラメラモード投げんだよ、マジで。そう、長い、マジで投げんな、メラメラモード。うん、今避けんのはまあ、いけて、こっからどう詰まっていくか。一番右かな、一番右かな。これ、左まで行かなきゃ間に合わないか。高さ足りる。ひゃマジで危ないが、こっからも油断が全くできない状況 で、 できない、ね、はい、これは意外とすぐ見つけられた。一番そうだね、これは余裕を持ってかわせるかな。これは余裕を持ってジャンプしておけば大丈夫、はい。でこっから何モード入る、こっから何モード入る。もうでもあとね、 HP もね少ないと思うから。そうだね、これ以上の携帯ないと思うからね。高性モードバトルティ、オッケー、任せてくれ。やりで破壊してもらって、はい、そこをつく、うん、そこをつく。いや意外と削り切れてないから結構きた。やっぱそうだよな、マジかー、残ってんのかよくそさあ、カオスエフェリスのメラメラモードまで、うん、一応結構体力残して帰ってきたからね。そうだよ。そしてこの攻撃を俺は避けれるか、うん、避けれていく。オッケー、そんでこっからまた岩が降った。あ、なるほど、2回目あるもんね、これね。ね、そうですね、2回目あるから、こうなって左に登っていきたいが、足りるかな。まあ、これ足りますからね。オッケー、受け受け、普通に余裕で届いていって、はい。でこっから何をしてくるかだよな。こっからディメンション、もう新しい攻撃ないんじゃないかな。あ、破壊光線攻撃、うん、まあ、破壊光線攻撃もね、この弾潰せばもう全然怖くないってことが分かったから。そう、割とチャンスなんだよな、ここは、うん。そしてズチャズチャ攻撃は最速スライディングジャンプ移動でいなしていけば大丈夫、はい。そしてこっからなんだ、これも言うて好きな気がする。好きだね。オッケー、好きだ。そしてこれはディメンションか、はい。ディメンションも言うてなんか一番避けるの簡単レベルで、うん、もうこの波をね、こうやってタイミングよくかわせば、いや、そうよ、いいだけだから、うん、大丈夫、はい、はい、タイミングよくかわしていき、ナイス。そしてラストのディメンションも安定にかわしていき、うん、今んとこ一被弾もしてません。素晴らしい、マジでこれはガチ見えてるぞそしてこっから破壊光線、さらなる隙を見せていいのかい俺たちに。ね、そうよね、攻撃のチャンスってことやない。でこっから瞬間移動、ブレードブレード、うん、ブレードブレード、この後好き、はい、いけいけ、オッケーオッケー、もう終わるぞ、ね、終わるぞ。あー、俺の命が終わっちゃった。ワドルディが終わった、うん、その前にワドルディが終わったが、復活する主張ワドルディだからな、お前は。そうですね。そしてこっから、あ、ディメンションね、ディメンションがね、うん、やブラックホールだから、ブラックホール大丈夫で、ブラックホール後の隙をついていきたい、うん、そうですね、ついていきたい、いけいけいけ、いきたい。いやー、メラメラモードだるすぎる、だるいな、な
長いなマジで。これ避けんの長いからね。もうミリなんだよあいつ。メラメラでタックしてる間攻撃判定ないかな。まあ、ないんじゃねえかさすがに。あったらね。後ろ渡りで行ってこい。おら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 。ねえじゃねえ。あった？若干。若干あった？若干だけ削れた気がするけど。あら、ね、俺に任せてくれ。いや、あのワドルディの攻撃力が低すぎて、あの当たってるか当たってないか分かんないぐらいのダメージだったけど、大丈夫かな。任せろ。ほら。やばい、食らった。食らった。やばい。やばい、食らった。タック能力が途中で失われて。ああ、そうか。食らったけどピコハン、ピコハン、ピコハンだけ。ピコハンだけは死守して。でもミリですからね。ミリだから。はい。もうこれで。はい。致命だ。これでもう終わってくれ。最後ちょっとナメプみたいな感じでして、これで第3形態あったら終わります。俺ですね、やばすぎるが、オッケークリアー、やったー、でかすぎる。いや、でかいね。優勝、これで本当にノーコンクリア。はい、22分かかりました。うわー、とてつもない時間がかかったぞ。そうだね。まあ割とそこまでせこいことはせずに、もう真正面からぶっ倒すことができたんじゃないかい。これはね、できましたね、うん。